さて、えーっと、パート3ということでやっていきますが始める前にですね、えー、今回はちょっと続きからなので、うん、変えませんけれども、えー、ちょっと区切りのいいところで1、ね、回日本語のね、マルチ言語対応,なのな対応みたいなんですよ。ブチさんっていうね、他の実況者さんが教えてくれたんですけれども、えー、そうですね、マルチ言語対応なんで1回本体の言語を日本語にしてみてあの吹き替えになっちゃうらしいんですよね。なので、ちょっと、お ええ、えええだいぶうん。あの、1話だけね、あの、吹き替えで撮ってみようかなって思ってます。で、もしそっちの方が見やすい、わかりやすいということでしたらね、ご希望が多ければ、うん、あの、日本語でそのままやっていこうかなと思いますので、今回はちょっと英語でね、私の伝えない実況、まあ、字,字幕じゃなくてね <laughs>、えっと、翻訳でお付き合いくださいまし,し。エグザミン、これはやったんだよね。 アリスが言ってた本だと、うん、クリエイターのジレンマだってハートマンっていうねああアリスの喧嘩が思い出されるっていうねああニヤついてるその表紙のね顔もイライラさせるぜって感じですけどえー、っとこれどうすればいいんだろうてか武器ないよね何にもないねじゃあ行こうとりあえずどうすんのなんか助けを徒歩で呼ばないとって言ってたんですよね あそこでも街はありますよね。これ何このピカピカ光ってるのあ電柱が大破した車の中であ目覚めたって言ってたんですけどガステーションああー、なるほど電話がありそうだって,だってなるほど森を抜けないと長い森を、ね、抜けないとそこまでたどり着けなさそうだったとまた小説のナレーターっぽい語り口でございますけれどもこっからはいけないんですね、多分ね。うん ガケンになってますもんね。ちょっと待って待って待って。チェック。なに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 あー車あらー。マイカーが行って行ってしまわれました。<laughs> これもただの森だよね。ヒッチハイクする。でも敵が出てくるとちょっと困るな。ライトがないから。なになになにまたカラスいい雰囲気ですかと。また。えー、っと。 ホラーでやってるんだけどついつい笑ってしまうっていうねいろんなところでどうでもいいところで笑っちゃうんですよねなんか雰囲気ぶっ壊してるって言われてもおかしくないあ光じゃんやっぱ夢の中なんだろうここ <Hello? S 1> もしもし誰かいるのみたいな感じ光が安全な場所なんだよね安全な場所へ何誰かいます <Hello? S 1> って髪切れ 何,何,何デパーチャーってタイトルの原稿だったってああ、次の小説のねタイトルにしようとしてだってああ、筆者として私の名前が書いてあったとでもは書いてないんだけどって言ってますねああ斧を持ったね殺人鬼にね襲われるシーンが描かれていただってちょっと待って待って待って。何これああなるほどなるほど。ちょっと待って待って待って。 ちょ待っててそれを読ませてくれよ、とりあえず。You have found a m o n ah, script, ね。うん。You can access them with, ok, the ok. じゃあ、Wake が、えぇ、ー、シャドウィーマーダーって書いてあるね。あの、影に、あの影をまとった殺人者には襲われると。ああ、なるほどね。こうやって小説、小説の通りに進んでいくのね。 なるほどなるほど。あの。なんかね、振り向いた顔がね、私に対面したって。その殺人者でしょうね。なるほど。His face was covered in shadows と。影にね、おわれてよく見えなかったみたいな感じでしょうね。It was hard to make him out in the darkness of the forest that surround d e us. 我々をね、取り巻く森の闇の中でね。 あのー、なんだろうほとんどほとんど見分けがつかないみたいな感じかなあのー、彼が誰だかね。But the axe lifted wasn't plain to see なるほどあのー、振り上げた斧はねあのよく見えたんだって言ってますね森の中でもねその暗闇の中でもここ難しいな光るああなるほど。 光るその血、斧についた血はね、よく見えたよって言ってますね。そのビクティブ、誰か犠牲者になったんでしょうね。なるほど。He r e d madly, s h a d o w alive, d i s t n t future.It was a scene from the nightmare.Okay, ということで、まあ、悪夢のワンシーンのよう、まあ、悪夢のワンシーンだったって、だけど起きていたんだってことみたいですね。すいません、拙い役で。 えっと、まあ小説、自分が書いてもいない小説が降ってきたと、小説通りに行くのか、事実は小説とはきなりみたいになるのか、感じなのかな、ちょっと武器がないからね、斧殺人者が出てくるらしいけど、どこどこどこちょっとすごい怖いんだけど、でもあんまり暗くないですね、満点の、なに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 、あ、いた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 。 事故にあったんですーって言ってますけどどうすんのどうすんのどうすんのいいのかなちょっと待ってくださいねちょっとここで一回あのカットしますすいませんちょっとえールーメイトに呼ばれたんでえーちょっと一回止めました申し訳ないちょっと続けていきたいと思いますえーっと あー、ライトがあるのはいいサインだと。あー、もしかしたらね、電話があそこで借りられるかもしれないで、ガステーションまでねその、ガソリンスタンドまで行かなくてもっていう感じでしょうけど、助けを探せって言ってますね。これは一体何木が倒れてフェンスを壊してる感じコーションって書いてあるね、注意しろって、ちょっとこれ、ヨタヨタ歩きですこと、まあ <laughs>。 何だろう木を切ってる場所誰かいます事故に遭ったんですって言ってますけどなんか出てきそうだね。斧って言ってたから出てくんじゃないの木、木こりの人が走るのどうやってやるんだっけあ,あいたいたいた誰か。<Hey. S 1> あなた hey, <you. S 1> ん何何何何,何,何,何現金しか。 あ何何何何何ブライトフォールでは一番のあ、カール・サッキーさんお会いできて嬉しいです <laughs> あのねあのマイキンでご予約金はマイキンでいただくことにしますとか言ってますよちょっと返金はできないのでよろしくお願いしますちょっと待って、敵なのこれどこにいんのどこにいんの消えたのすごい怖いんだけど。 カールストッキーです。お会いできているし。ああ、コーヒーポとだっけはい。これは登れないのあ、登れないんだ。こういうとこ横からヒュイって出てくると、いやーね、ほんとに。あ、なになにこれあ、これスクリプト ?Wake fights taken with light。なるほど。うん。

なんか道行く場所は分かってますおお何何にああ <laughs> スタッキーあんな元気だっけスタッキー現金でお願いしますとか言ってるけどフェイルトゥアライブ到着に失敗したって何あ宿泊客が来れなかったことをんか文句言ってるのかなあーいたいたいた あーなるほどあのー、返金はしませんからねってやめ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 て、ちょっとちょっと逃げる逃げる <laughs> おおシャイニングみたいシャイニングみたい <laughs> ああ入ってるシャイニングのようにシャイニングのニコルソンジャック・ニコルソンのようにドアをねすぐぶっ壊すと思われるから早く出ないとって言ってますね ちょっとあ、手に入れたのちょっと待って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 えっ、ー、とユーズフォンはいうんあフォンつながったよシェリフォーステーションだって何ができますかあーあええああ切られちゃったあーああああちょっとアイテムアイテムアイテムなんか弾薬とかちょっと待ちたまえ待ちたまえあったあったあったえええなんかなんかやろうとしてるちょっと待って待ってバッテリーバッテリーバッテリー ちょっと待ちたまえ待ちたまえ時間がないい痛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 い,たいたちょっと待ちたまえ待ちたまえ君ちょっとなんか動いてる動いてる動いてるちょっと待って待って待って待,って待ち給えいたまえ痛い痛たい,たいた主人公はそんな強いわけじゃないのねやっぱり OK えー、っとちょっとどっち行くのこっち行くの,こっ,行くのこっちいいのなんか自動ドア自動ドア自動ドア,自動ドアちょっと武器ないんだけど私ああ武器あったなんでほら闇を照らしてまず撃つで こっちだ次はこっちへインサートのバッテリーほらリロードよしよしよしでオオッッケーケーオッケーああ射撃場の外でねチュー撃ったことないって今殺したんだって言って死体はない目の前で消えたって ああなんか気,気分が悪くなりそうだったって言ってますけどこれ何これ何ですかこれなんか矢印蛍光塗料かなんかで矢印振ったんですけど何これあなんか教えてくれてんのアイテムある系とかまた出てくると思うんだよねあのー、厄介な人たちアイテムがありますな あのー、ボンボン、あのー、あ、これちょっとなんか落ちてきそうな気がするんだけど、大丈夫あー、痛い何、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 んすか、今の。ちょっとびっくりした。このビリビリに引っかかったってことちょっとやめときましょう。もう、ははっ。どうでもいいとか。あ、なんか起動できんのかな、こういうの。何これ。あ、こういうの使えんだ。あんだ、早く行ってよー。ちょっと待て、待て、待て。結構怖いぞ。それ、矢印がそっち。 そっちに向いとるなにこれマーク,マークあ,るあーなるほどこのマークのそばにはチェストその宝箱みたいのがあるようだって言ってますけどあったねピッカあフレアガンじゃんやったちょっと待って一発しかないの弾弾弾ないの弾ないみたいちょっとフレアガンはもったいないからやめとこっかじゃあこのマークのそばに行けばいいんでしょ でもなんかああるねなんかあこれでここの電源切れってことかなキックすっごいオールドスタイル <laughs> 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 えっと。 あ,ーーあーなるほど暗い森を通過するのはね最後の選択肢でありたかったって言ってますねあのー、怖いからねってでもガステーションに向かわなきゃいけないから仕方ないって言ってます選択肢はないみたいですねちょっと怖いんですけどだってちょっと横行ってみるこういうところにないよねまさかコーヒーポットとかこっそりとそういうの探してるとね時間がかかるんで私スドついつい素通りしちゃうんですよね 出てきそうだよ、なんか。で、ひゃ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 、この野郎。まず闇を取り払いいいのまず一匹一匹だったらね、ちょっと連打,連,打連,打連打、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 オッケーオッケー。よし。オッ,オッケーオッケーオッケー、出てきたね、やっぱね。これ開けたところ戦闘、あれは違うか。バッテリーがなくなるとやっぱダメなんだね。これ、とりあえず。えー、バッテリー、リボルバーも。 そのブースト使うとバッテリーが切れちゃうんですね。通常時は別に切れないみたいですけど、回復、むしろ回復してますね。あ、なんかまたビリビリしてるよ。こっち行くんでしょでもなんか左にもな,ないなんか。すっごい怖いんだけど。ちょっと大丈夫かしら大丈夫な、なんかナヤみたいなのがありますな。光ってるよ、なんかそして。後ろを警戒。大丈夫のようだ。あ、またスクリプト スクリプト訳すの面倒だな <laughs>。日本語でやった方がいいって <laughs>。Rose イドリ d ム e a m s about w a k e r s e ってまた出てきたよ。うんうん、ああ、アラン・ウェイクとね、はいはいはい、はい、アラン・ウェイクとね、あの会えたってことでね、友達になんとかしてなりたかったみたいな感じ She watched as watched he got in the got c in なるほど、やっぱそうですね。奥さんと一緒に車に乗るのを見たと。で彼女は可愛らしい顔つきで、自信に満ち溢れあふれ、ウェイクと一緒にいたんだけど、えー、ローズとはまた違ったと。うん、they, they were perfect for each other とね。なるほど。She had given anything to be called their friend.、うん 何の犠牲を払っても彼,の、ね、彼と彼ら友達になりたかったって言ってますね。また何かあんのかなこれ見逃してますよってまた言われそうですけどえ申し訳ない。そしたらこういうどうでもいいところに時間をあんまり使いたくないのでいつもスルーするんですけれども結局来て何もないというねまあいつもの展開でございますえ。肝心なところを多分見落としてると思うんですけどね。まあ 許してくださいよし上には行くとこなしこっちにも行くとこはないようだビリビリ怖いねちょっとねビリビリ一応回復はするみたいなんでねうん。なんかやばいぞここも飛び降りた直後に後ろから降ってくるこいや来るぞおなんだなんだなんだまたおばちゃん夢の中で夢を見る どうしたどうした何が起こったなんか騒いでるぞ、誰かが。なんだ、今のはって言ってますね。なんかでかいの出てくる、まさか。ちょっと待って、こっちは大丈夫かあ、川みたいですね。これ別に渡れんじゃないの向こうじゃないのか。ちんたらペースで申し訳ない。ちょっと雰囲気をお楽しみいただいて、私が壊しながら進んでいく感じですけど。<laughs> 大丈夫マークとか。 マークとかないよね。あ、出てきそう。出てきそう。来いよ。分かってんだよ。映画のような展開なら出てくるはず。あら、出てこない。ないうん。なんだろう。ああ、なるほどね。この水も、この川を見るとね、水を見たくもないけど、この 川を乗り越えないとガスステーションそのあそこに行けなかったって言ってますけど水も怖いみたいですなんか見たくなかったって言ってるだけだから今はって入りたくないってことかなここなんかよちよち歩きにまた進むフレアガンはちょっと取っておきたいですね複数で対戦すると絶対死にそうなんで私の実力ではこっちになんかあるんじゃないのあれなんか光ってるよなんでコーヒーポット、まあ、コーヒー大好きですけど ちなみに今私もコーヒー飲んでますけどえっ、ー、とどこだっけ道は道はどここっちこっちあこっちっぽいねこことか落ちないよねだいぶだよねいやー怖い出てきそう出てきそうよなんかこれ狭いとこであの2人ぐらい出てこられると困っちゃいますよね結構あーいたいた来たよ来たよほらほら何何何何 まだ行ってるまだスタッカーさんスタッキーさん行ってるよどっかでああスタッキーはまだそこにいたって闇の中でついてきてるのだって言ってますねスタッキーは何闇の力にとらわれておかしくなっちゃったってことさっきのはスタッキーだったのかなこっちには誰もないよねとりあえずどうだどうだ出てくるのか 大丈夫か大丈夫そうだ。大丈夫なのか本当に。画面酔いする方は申し訳ない。また音楽変わったよ。音楽変わってないなんかあるリボルバーアーモンリチウムバッテリーだって。ふむ綺麗ですね、結構。結構細部まで作,作ってあるじゃないですか。もうちょっと前のゲームなんでね。2010年ぐらいのゲームなんで、大したことないこと。 あれなんか光ってないあれ。あれアイテムかななんかアイテムっぽいね。あれ取り行った方がいいと思いますやめた。もういいや。無視。<laughs> だから死ぬんだよとか言って言われそう <laughs>。これがアイテムボックスだったんですよね。そうですよね。じゃああそこにもアイテムあったんですね。もう取りに戻るのはやめます。42発あればとりあえず大丈夫だろう。4発くらい当てれば倒せるみたいなんでね。 来たよ来たよ二人かまず一発当ててひるませるあーやばいまずいぞまずいぞ近づくなっつってんだろお前はよしインサートバッテリーまずい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 よしリロードリロードリロード早く早く早くオッケーオッケー,オッケーよしよしで次お前こいつ倒した後ろは大丈夫後ろも大丈夫なようだ 2人出てきてもなんとかなりましたねフレアガン使おうかなと思ったけど視点がくにくに変わりますけど酔いやすい人はちょっとすいません申し訳ないさて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 感度もなんかちょうどいい具合に設定されてますね私の使いやすいようにこれ何これこれなんか水差しみたいな感じよいしょコーションプロ プロシードアッチオンリスクだってその木のねあれが貯めてあるから、あのー、保存したらあ,あ保存してあるから自分のリスク管理して通過してねって書いてあるここに書いてあるってことはこっち行けってことだよねあ書いてある書いてある書いてあるなんか誰かがなんかやってくれてる上怖えなちょっとでこっち行けって出てきそうこれ上に行くのかなクライム 別に超人主人公は超人でも何でもないからねすぐ,すぐ死んじゃうよプロローグで死にましたからねまずそもそもどこ行けってないんだけど別に何にもちょっと待ってもう一回見よう矢印がこっちに書いてあるってことはやっぱりここに行かなきゃいけないんでしょ ちょ,っとちょっと分かりません、私には <laughs>。えっと、ここは通過はできない。スタッキーさんはなんでこんなとこに迷い込んでしまったんでしょうか。ホテルのね、管理人みたいですけど、その矢印の行き先が分かりません、私には。中古とでですよ。出てきそう。階段が落ちてますね。 踏むああ、階段落ちてる。うん、なんとかしてね、別な方法で上に上がらなければならなかったって書いてありますけど、エマージャンシーボックスってこの緊急ボックスの中にいろいろ、あエナジェイザー入ってるよ。電池だ、電池。<laughs> これマジであるやつですね。あ、もうダメなのアイテム持ってないって書いてありますね。ちょっとリロードしておこうか。たぶん出てくるぞ、これ。 出てくるぞー。来ないのか霧で包まれとるぞ。なんか緑色のマークがピカピカしてるよ。何あれおお、お,おなおな何何音楽変わったよ。音楽変わったよ。めっちゃ出てきたよ。ちょっとまずい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 。ちょっとフレアガーン。ちょっと待って待って待って。後ろも怖いぞこういう時は。なんか戦えそうな気がする。結構広いんでね、逃げられると思うんですけど。 で、一瞬でリロードちょっと戦いにも慣れていかないと今後辛くなると思うんでリロードリロード闇は追っ払ったみたいですねインサートバッテリーあと1人オラ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 。よしリロードウェポンオッケーなんかこの演出も憎いですなんかなんか もういなくなったっぽいね。なにこれ発電機スタート。よいしょ。よいしょ。よいしょ。動き出したよ。なに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 あれなんか教えてくれてますね。なんだろう。リーツ・ザ・パス・アバブ。ビルトモア・ロギング・カンパニーって書いてある。ちょっとここた失礼しまーす。失礼しまーす。 また小説の原稿えー、っと、読んでみましょう。Wake Attacked by b r s って。<laughs> 鳥に襲われるって。<laughs> ああ。何、何、何空から何か来るって。なんか空から何かね、まとまった黒い。<laughs> うわちょっと待って,って。<laughs> はあ。 空からの、ね、襲撃者に向かってライトを照,り上げたあ照らし上げたけどそのスワームねその襲いかかってくる軍団はあのファイヤーワーク花火のように、ね、爆発するようだったっていう,うに書いてあるんですけどね「I couldn't hear my scream above the e r s なるほどやつらの叫び声で自分の,あの悲鳴すら聞こえなかったみたいな感じ鳥が来るぞ鳥がみんな鳥に気をつけろあショットガンじゃん 2発しかないけどまた出てくると見たまた出てくるんじゃないのか大丈夫か